笑っていいともが終わってからどうしてもこの人のことが気になってしまう。タモリのことだ。夜タモリの番組終了発表以降、惜しむ声が大きく広がっている。これだけ夜タモリが愛された秘密はどこにあるのだろうか。そして我々がタモリの番組を見てしまうのはどうしてか。コラムニストのペリー荻野さんが綴る。夜タモリが心地いいのはザックバランに。見せながら別人タモリもゲストもどこかでママを喜ばせたい、笑わせたいという心配り、サービス精神があるからだ。視聴者はその心配りをママ経由で感じ取り、心をくすぐられる。しかもそのサービスを提供しているのは一流の芸能人。これが心地よくないはずがない。高視聴率もうなずける。